にありがとうございます。あ、今回のお客さんはすごく拍手をしてくれるんですねめちゃめちゃ、あ、いいのにいいのに、あの、あったかい気持ちで既に包まれているので、あの、リラックスしてたくさんいろんなお話できたらなと思います。楽しんでいってください。よろしくお願いします。皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。テンサラのプロデューサーやっております杉本と申します。よろしくお願いいたします。あのテンスラのイベントで名古屋に来させていただくのは2度目なんですけど、今回は劇場版を背負ってここに来られて本当に嬉しく思いますし、あと、あの、自分が出ている作品だと思って見てなくても本当に街中いろんなところでテンスラのプロモーションを見かけることがあって、本当に作品が成長したなと思って嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。そしてプロデューサーいかがでしょうか。そうですね、まだ、ご覧になってない方もいるかもしれないので、上映前なので、あまりネタバレはできないんですけども、今これまでで昨日までで、約95万人動員させていただいて、再編していただいていただいてますね。めちゃくちゃいただいてます。あの、感謝の気持ちでいっぱいですさて、草木さん、その演じますリムル様なんですけれども、あの、どんどんねスキルとか、あと仲間を増やして進化をしていきますけれども、今年はどんな進化を、草木さん自身はどんな進化をしていくんでしょうかすっごいしょうもないこと言ってもいいですか。え、はい、さっき名古屋なんでお弁当でね、天むす弁当出していただいて、詰まらせてしゃっくり止まんなくて私これずっと治らない癖なんです。もう毎給食ずっとしゃっくり出してる人だったんですけど、この年になってまだ治ってなくて、今年はあの、よく噛んでから飲み込む、これは進化させたいです。はい、ありがとうございます。杉本さんお隣でなんか笑ってますけど、何かどうぞ。いや、本当にこれ取材入ってるから言いにくいですけど、はい、バカなの深刻な問題で、噛んでください友達暴れんでるんですよ、私のことを見てでもよく噛むが問題なんですか。え、何ですか。しゃっくりの話。いや、だからもうほぼ飲んでるんですね、多分。ただここでこう塊が過ぎていくのが分かるんですよ、自分でも。いや、あの、本当も申し訳ないですけど、はい、あなたの職業を考えてください、ちゃんとそうですよね。いや、ちょっとこんなところでつまずいてはいられないですけど、はい、転生しちゃいますからね。そうですね、まだ早いですね、はい。いや、じゃあしゃっくりを直すスキル、そうですね、はい、なんとかゲットしたいと、なんとか頑張ります。はい、頑張ってください。頑張ります、はい、そして杉本さんはどうでしょうか。杉本はそうですね、2022年に進化しすぎたので、ちょっとストレスで、え、もう一回ですか。23年はもうちょっと退化したいですね。体重の話ですけど、あー、体重、いや、でも痩せたい、いいですよ、可愛いですよ。何を言ってるんですか。あら、愛されキャラみたいな、ゆるキャラ。いや、それでそうかもしれないですけど、はい、そうかもしれない、おかしいな。あの、お医者さんに怒られるんですよね、人間ドックで。毎回痩せろって言って。人間ドックって厳しいんですか。厳しい、ね、やだ、行きたくないよ。なんで、あの、70キロ台に進化しちゃったんで、60キロ台に退化したいと思います。なるほど。頑張ってください。どうなってもスギピーですからね、はい、でも、あの、仕事は頑張るんで、テンスラのことは、ね、はい、頑張ります。わかりました、はい、まあ、でもね、ご本人の健康があってのテンスラの進化になっていくわけですからね、お願いしますね、健康は。健康頑張ります。てください、はい、ありがとうございますさて、これからですね、まあ、先ほどもね、1回目っていう方もたくさんいらっしゃいましたので、これからご覧いただく皆様に、注目してほしいとかたくさんあるんですが、その中でも一つだけ、そして、さらに、まあ、これからもね、どん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 何回も見ていただくと思いますので、ここはちょっとおすすめですっていうところがあればぜひ。ネタバレしないように。そうですね、ネタバレしないようにね、さんからお願いしますまず始まるじゃないですか、映画。最初から皆さん多分ハート打ち抜かれると思います。もう、あの、ストーリー展開がどうなっていくんだろうっていうシーンから始まりますし、と映像美もすごくって、最初に試写会に見るときにこんなに大きなスクリーンでテンスラを見たことがなかったので、ちょっとどういう風に映るんだろうって思ったんですけど、本当に進化してます、テレビアニメから。はい、そ
そしてストーリーも、まあ、テレビアニメシリーズ見てくださった方はもちろんですけど、まあ、もしテンスラ初めてだよっていう方も絶対に楽しめるお話になってますし、個人的には最後のクライマックスが、え、また、お、また、お、おわってなる。で見た人はうなずいてくださって。エムルが出ましたね、最後。あ、で、ちょっともうね、ほぼ地声との境目がなくなってきたんですけども。はい。なので、最後まで気を抜かずに、しっかりリムルたちの活躍を、追いかけてほしいなと思いますね。はい。はい。ありがとうございます。杉本さんはどうでしょうか。そうですね。たまには真面目なことを言うと、劇場版ならではのレイアウトっていうか、その絵の構図っていうのがあるので、テレビとはちょっと違うように、映像が作られたりしているので、そのあたりを見ていただけるといいなと。なんかプラスオンでボン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 入っていくだけじゃなくて、まあ、あえて、他のキャラクターを引いていく、その2人が目立つようにとか、なんかそういうふうないろんなレイアウトの駆使されているので、そういうところも楽しんでいただければいいかなと思っております。ありがとうございます。